まあ、北澤さん現役時代はもうベルディでもう言い合って言い合ってこうやってる感じですもんね。まあそんな人ばっかりだったんだよね。もうラモスさんはいるわ、柱谷さんはいるわ、ね。北澤さんはね、こうやって今はもちろん評論家やってるから穏やかだけども、あの頃やっぱ殺気立ってましたよね。殺気立ってましたね。いや本当にね、はい、かっこよかったですよね。練習怖かったですね。ね、それこそジョーさんなんかも、はい、さっき立ってましたよね。ああ、そうですね、みんなね。うん。ああまあだから。ああいうね、昔じゃ変なんですけど、あの当時のサッカー選手ってなんかみんなピリピリしてるようなイメージがあったんですけど、ね、そうですね。まあ、今回のそのピリピリっていうものを導入できるかどうか、うん、やっぱ大久保が鍵を握ってるんではないかなっていうのはすごく思いますけどもね。うん。